はい、どうも、ミサとストレッチファームのコニファンでーす。はい、エミューに小松菜あげていきたいと思います。先ほどちょっと小松菜の方をね、小松菜農家さんの方から回収させていただいてきたので、こちらの方をね、エミューにあげたいです。ほ、一人だから開かないっていうね。やっほー、元気かーい。ほい。よし、ちょっと待っててな。多分出てこないと思うんだけど。出てっちゃったら困る。よしよし、いい子だね。ほら、小松菜だよ。はい、いいね。はい、いっぱい食べな、葉っぱだよ。はい、今日は比較的涼しいので、エミューちゃんたちも過ごしやすいんじゃないですかね。まあ、日本という湿度の高い環境の中、まあ、過ごしやすくはないんだろうけど、ここね、2、3日と比べると、格段にね、涼しいですね。僕も全然過ごしやすいです。エミュー、茎も行くのかな？茎も行く。ジャガー2個、ジャガー2個。行く、行くね。茎も食べれる？行くのね。はい、どうぞどうぞ。いいね。食べない？はい。ほら、葉っぱ葉っぱ。ほら。はい。もう終わっちゃったかな。もう小松菜ブーム終わった。いいね。終わんないね、ブームはね。過ぎ去らぬ小松菜ブーム。いいですね。いい食べっぷりだ。いいぞいいぞ、どんどん食べよう。はい。葉っぱの方が好きなのかな。はい、葉っぱだよ。いいね、わしわし食べよう。いいね、いい食べっぷりだ。はい、じゃがいこのように葉っぱだよ。はい、タプちゃん。こっちの子はね、全然人に懐かないですね。ダメだ、全然寄っても寄ってくれない。いつになったら人に慣れてくれるんだろう。はい、こっちの子は来てくれますね。いいね。こんなにね、近くに寄っても大丈夫です。はい。手だって構えちゃう。こうやって撫でさせてもくれる。ね。ちょっと足早に逃げてしまうというね。はい、小松菜食べてくれるかな。ねえ、いい子いい子。ほら、まだあるよ、ほら。いい子だね。あっちの子は全然来ないね。子も性格が違うのか。
はい。いいの？さて、あれ餌がない。食べた。すげえな。すっごい今度。はい、ということで、ちょっと短めですけれども、本日7月の13かなのエミューのお世話、小松菜愛でした。はい、チャンネル登録と他の動画の視聴もぜひお願いします。それでは、ミサトのコニタンがお送りしました。バイバーイ。